はい、どうも、シャチクです。本日も集まれ動物森やっていきたいと思います。で、本日なんですけど、夢ホームに来ておりまして、で、具体的には薄雲島っていうところに来ております。お、ラムネちゃんじゃん！ちょうどね、今離島ガチャで狙ってんだよね。うわ、マジか、羨ましいわ。で、島根さんはカナチンさんっていう方で、で、こちらの島はですね、どうやらメインの島ではなくてサブ島らしいです。で、夏が似合う田舎島を作ってるそうで、で、なんだこれ、僕の夏休みをモチーフにされてるみたいです。で、実際にゲームで出てくるトンネルとかも再現されてるということなので、いやー、これはかなり楽しみですね。僕夏の世界か。皆さん、僕夏やったことありますか？どうなんだろうね。実際にやったことある人ってそこまでいないのかな。まあ、ゲームの知名度は高いと思うんだけど、実際にやったことある人は、ね、どれぐらいいるのかわからないんですが、僕はね、大昔にやりましたね。まあ、多分10年前ぐらいかな。10年前ぐらいに、確か PSP の僕夏をやった記憶がありますね。まあ、10年前なので、かなり記憶が曖昧なんですけど。はい、まあ、そういったところで僕夏の世界を体験していきましょう。いやー、だけど夏といえば僕夏だよね。うん。また機会があれば実況してみたいなと思います。で、まずはこちらの方に来たわけなんですが、ここはどうやら畑になってるみたいですね。うわー、いいね。雑草もいい雰囲気出してるわ。そしてカカシもいいね。で、こちらの畑なんですが、マイデザインを使用して作られてるみたいです。さあ、こちらに行きましょうか。うわ、すごいこれ。まあ、何がすごいかというと、アスファルトのこのひび割れをね、再現されてるんですよ。いやー、道路を再現されてる方は、まあ、数多く過去にいたんですけど、ひび割れまで再現してくる人は初めてだな。これはすごいわ。いや、しかもこの看板もリアルやからな。ね。すげえよ、これ。うわ！ね、景観も素晴らしい。で、この下行くと飛行場があると。なので、飛行場から出るとこういった景色が広がってるってことですね。で、ちょっと待てよ。なんだこれ。待って待って。なんかすげえもの見つけたぞ。アリーちゃん、アリーちゃんじゃねえわ。飲みか。誰の飲みかわかんないけど。飲みがいますね。で、ここは郵便局かな？お！薄雲郵便ということで。これはかなり珍しいね。郵便局をね、作られてる方ってかなり少ないイメージがあるわ。へえ、すげえ。こうやって作るんだ。はいはいはい。では、このまま道沿い歩いていきましょうか。で、まあ、今回田舎の街を、まあ、イメージされてるということで、まあ、住民の家の外観にもかなりこだわってるっていうことがわかるかと思います。で、この家の住民はゴルフが趣味なんかな？ゴルフバッグがあるわ。さあ、上の方に行きましょうか。お！虫取り網や。で、高台かな？これは。わ！島主さんかな？あれ。で、右の方には、タケノコの畑、そしてスイカの畑もございますね。いや、素晴らしい雰囲気よ。で、見晴らしもいいね、ここ。はい。こんな感じでございます。では、これどうしようかな？上の方から行くべきか？下から行きましょうか。さあ、下行きましょう。てか、ほんとすごいね。これ本当に動物森なのか？うん。なんか、パッと見だとさ、これ動物森ってわからないよね。最新作の僕夏ですか？みたいな。で、マジでそんな感じなんだけど。いや、雰囲気が素晴らしいね。世界観が合ってるわ。で、下の方に降りていくと、お！なるほどね。ここには花畑とかが広がってるってことか。そして、この置き花火の燃えかすもいいね。やっぱ夏といえば花火じゃん。要するにここで花火とかを、まあ、されてたってことでしょう。まあ、住民の方々が。まあそういったところもリアルに再現してるってことか。いいね。花火か。そういや、今年の夏は、花火大会行ってねえな。花火大会も行ってねえし、てかなかったし、花火もやってないな。そうなんだよね。手持ち花火すらやってないからさ。うわ、ここのエリアすごいな。はいはいはい。いや、マジでさ、田舎って感じがするよね。
ここら辺。沖縄とかでありそうじゃない？特になんかこの石の壁とか。へえ、こういうエリアも再現されてんだ。で、奥の方には森が広がっていますね。はいはいはい。まあ森というか多分これ裏山とかを、なんかそのイメージして作られてるんかな？なんか山に見えますよね。まあ裏山的な感じか。実際にあれなんですよね。僕夏にも山があるんですよ。そう、僕夏といえば山なんですよね。逆に言うと。で、そこで実際に出てくる山をね、多分イメージされてんじゃないかなと思ってます。お！クワガタがいる。かわいい。よし。ということで、ちょっとさっきのところ戻ろうかな。さっきのところ戻りましょうか。で、こちら側は、あ、なるほどね。行き止まりになってるということで、井戸があったわ。で、一旦こっち戻って、で、ここも畑になってるってことですね。で、スイカ畑だ。はいはいはい。で、こちらもスイカ畑。で、カカオ畑もあると。で、これはどうしたらいいんだ？実際、あー、なるほどね。ここから降りることができないってことか。迂回しないといけないんだね。なので、これどうしようかな。マップ見たところ。あー、はいはいはい。ちょっと一回戻りましょうか。いやー、ちょっと遠回りしちゃったね。で、一回戻って、ここの橋か。ここの橋を渡っていかないといけないってことか。じゃあ、こっちじゃねえわ。もう一個下か。もう一個下やな。よいしょ、よいしょ、よいしょ。で、こちらから行くと、エイブルシスターズとタヌキ商店がありますと。うわ！なにこれ、揚げたてコロッケが50円だって。値段設定が田舎って感じするな。揚げたてコロッケ50円、俺食べたいわ。なんか揚げたてのコロッケってなんであんな美味しいんだろうね。わかる？この気持ちみんな。ガチで揚げたてコロッケうめえよ。で、左の方に行くと、お、またまた畑がありますね。はいはいはい。で、キャンプサイトもここにあると。お！トベちゃんじゃん、かわいいね。あら、もしかしてお客様ですか？ちょっと寝起きのぼんやりした頭で何もおもてなしできませんが、ぜひ楽しんでいってくださいね。いえいえ、こちらこそ。お邪魔してます。で、桟橋と。はいはいはい。いやー、いいね。夏って感じがするわ。いやー、だけど今年の夏はさ、自粛期間もあったということで、全然ね、夏らしいことできてないから、ゲームの世界で夏を味わえるってすごくいいよね。で、こちらの方行きましょうか。で、こちらは、あー、すごい！え、これさ、実際のリアルの家をイメージされて作られてるってことか。おー、恒例のあれですよね。屋台を使ってるね。屋台の使い方上手すぎやろ。なるほどね。シンプルなパネルと屋台をうまく使い込んでるってことね。で、こちらは庭になってるみたいです。なんかあれやな。うちのおばあちゃんの家みたいな。雰囲気がマジでうちのおばあちゃんの家の感じなんだけど。すごいうまく表現されてますね。はい。っていうことで、こちらのエリアはざっと見終わりましたので戻っていきましょうか。なので、さっきのところに戻って、今度は北上していきたいと思います。そうですね、北の方に行きましょうか。よいしょ、よいしょと。いやー、ここのね、斜めの道もいいよね。お、自販機がある。で、上には虫が飾ってありますと。あ、すげえ、なにこれ。ほわー、もうなんだこの島、すごいな。泊まれって書いてあるわ。踏切を表現されてるってことですね。いや、どうもりでここまで表現できんだな。なんなんだこのゲーム。いや、ガチでさ、なんなんだこのゲームってなるよね。あ、吊り橋がある。すげえ。いやー、リアルやな、ほんと。なので、ここはこれで一通り見終わったかな。で、さっきのところに行きたいんだけど、迂回していかないといけないよね、これ。なので、こちらから戻っていきましょうか。で、さっきのところまで戻ってきました。いやー、島もね、相当広く見えますよね。で、こちら行きましょう。で、またまた畑が左右にあって。で、これ島根さんか。こんにちはっす。猫の手も借りたい。あ、猫の手も借りたいか。俺も借りたいよ。俺も借りてえな。いやー、家もめちゃくちゃ合うね。いやー、けど、住民の家の外観にもこだわりがあるっていうのはすごいわ。
うわぁ、こことか本当に田舎って感じがするね。はい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 。すげえこれ。レベル高いなぁ。いや、この島作るのにどれぐらい時間かかったんだろうね。そこはちょっと気になりますよね。やっぱり1000時間ぐらいかかってんのかなあ、これトンネルだ。これがあれか。多分ね、リプでいただいていたトンネルのことを指してるんだと思います。はいはいはい。僕だとスポットですね。で、右の方にはお墓もあるってことか。なんか幽霊が出てきそうな雰囲気やな、ここら辺。肝試しとかやったらね、雰囲気ありそうですよね。で、お次は、ここはいけないってことか。袋工事やな。で、ちょっと待てよ。ごめんね。ちょっと押しちゃった。ごめんごめんごめん。ちょっと押しちゃったね。こちら側も行くことができないか。はいはいはい。ってことで、ちょっと戻っていきましょうか。では、右の方に行きたいと思います。で、右の方にやってきたわけですが、あ、これ神社だ。うわ、すげえな、なんだこれ。作り方すごい。作り方がすごいな、もうこれ。本当に、どうもりなのかよ。さっきから同じようなこと言ってるかもしれないけど、どうもりには見えないよな。本当にこれ同じゲームしてんのか。さあ、神社にやってきたぜ。では、神社登っていきましょう。おー、なるほどね。こう表現してきたか。はいはいはい。素晴らしい出来栄えですよ。で、ここにはちょっとした、まあ、休憩スペースがあるということで。確かここもね、僕夏で実際に出てきた記憶がありますね。ね、ここのなんか、なんて言ったらいいんだろうな。なんか神社を抜けた先の、なんか空き地みたいな。ね、僕夏ってちなみに、いくつもシリーズがありますからね。あれ何種類あったっけ？確か今、5か4まで出てますよね。僕夏って。いやー、懐かしい雰囲気ですよ。で、ここは、あ、なるほどね。薄雲線っていうことで、あ、ちょっと待って。なんかこの右の方にあるさ、ロケットって、確かあれじゃないの。僕夏でも出てきましたよね。なんかロケット飛ばすエンディングが確かあった記憶あるんだよね。めっちゃ覚えてるわ。多分ね、そのロケットじゃないかなと思うんだけど。多分ね、ちょ、わかんないけどさ。で、博物館か。おお、博物館すごい場所にあんな。で、あれですね。ここも多分ね、まあ、山を表現されてるってことかな。はい。よし、ってことで、ちょっと海岸沿いをまた歩いていきましょうか。で、あ、そっか、ここはダメってことで、橋を渡っていきましょう。お！プールじゃねえわ、海か。海ですね。はいはいはい。監視台がたくさんあるな。なんか雰囲気あるよね、このところ。いやー、今年の夏は海行ってないからな、悲しいことに。ただこうやってね、熱盛の世界で体感できてよかったと思いますよ。では、こちらテントの中入っていきましょうか。さあ、テントの中は、テントって感じがしますね。はいはいはい。テントでした。さあ、そういったところで、島主さんの家に行ってみましょうかね。確か近くにありましたよね。そうそうそう。ここの下を降りていくとですね、島主さんの家があるんですよ。なので、こちらの方入っていきましょうか。よっこらせと。さあ、家はどんな感じなのか。やっぱり夏って感じがするのかな。お！夏って感じがしなかったね。なんだこのギャップは。なんか、すごいな。いろいろなものが置かれているよ。これはあれかな。総合狩りに使ってるってことかな。その可能性が高そうやな。まあ、とりあえず総合狩りに使おうかなみたいな、そんな感じではないでしょうか。で、あれですね。壁紙が花火か。いやー、壁紙花火さ、めっちゃおしゃれだよね、これ。あー、なるほどね。さあ、そういったところで、こちらの家、後にしましょうか。まあ、多分、倉庫代わりに使ってるんだと思います。よっこらせと。いやー、けど、僕夏の世界いいなー。ね。いかにも夏って感じがするわ。なんでさ、夏と田舎町じゃねえわ。あ、田舎町で合ってる？田舎町と夏ってなんでこんな親和性があるんだろうね。シナジーが生まれてるよ。で、ここはさっきのところか。なるほどね。一周ぐるっ
ってしてきた感じかな、これ。で、こちらは線路ですね。おお、リアルやな、ここも。ここもリアルっすね。鉄道も走っていますということでしょうか。で、こちらの方にまたまた行きますと、スイカ畑があります。いや、いいね。本当に田舎に来た感じがするわ。なるほどね。で、線路はこうやって続いてるってことか。で、ここにも踏切がございます。で、こちら行くと、またまたさっきのところに戻ってくるってことか。いや、よく作られてるね、本当に。計算されて作られてるっていう言い方が正しいんだろうか。相当細かいところまで計算してんじゃないかな。ね。それこそ本当に一マス一マス考えて作ってるみたいな。ね。はいはいはい。こんな感じですね。いや、島の景観もいいな。はい。ってことで、戻ってきましたね。で、戻ってきたわけなんですけど、これで多分ね、島を一通り見終わったんじゃないかなと思いますね。そうですよね。これ、はしごがないから、多分ね、上に上がることができないから、多分ここで終わりやな。ね、ここ、はしごがあれば上に登ることができるんですけど、多分、はしごがないので、ここで終わりかな。よし、ということで戻りましょうか。よっこらせと。いやー、だけど本当にすごいわ、この島。レベルが高いな。ね、僕夏を知らない人でも楽しめるレベルですからね。そう。雰囲気がすごいわ。いやー、けど、こういうところに旅行行きたくなるよね。わかる、みんな。俺さ、田舎結構好きなんだよね。そう。田舎が好きでさ、いや、こういう雰囲気が落ち着くわ。ね、東京とか俺あんま好きじゃないんだよな。そう、都会に住んでるんだけどさ、東京はあまり好きじゃないんですよ。やっぱりこういう田舎町が落ち着きますよね。はい。ってことで、ちょっと戻ってきました。で、戻ってきたわけなんですけど、これはあれか。ここから侵入することは、できないね。なるほどね。っていうことで、今日の動画はこの辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画と生放送を見ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。